数々の偉業を成し遂げ、今年引退したレジェンドと彼に体操日本の権威役を託した仙台エース8年を代表のチームメイトとして過ごした二人が、それぞれ追求してきた体操競技の深淵を明かす。世界体操開催のタイミングに合わせ、ナンバ、no. ーは1 0五5 5 2 0 2 2年7月14日発売。 レジェンド対談、内村航平かける富田博之、美しい体操を語ろうを、無料で全文公開します。内村富田さんと、こうして話すのは初めてなので、ちょっと変な感じがします。笑い、富田日本代表として一緒だったのも8年だけだったから、試合会場で会った時に、調子棒って話すくらいで、内村7年に、僕がユニダーシアード大会の代表に入った時、 世界選手権の代表と合宿期間が大体同じだったんです。ホテルの部屋にいたら、急に電話がかかってきて、富田やけど、一緒にゲームやらへんかって。僕は当時大学1年生で、富田さんともあまり喋ったこともないのに、いきなりゲームなんて一緒にできるのかなと戸惑いながらやった記憶が、富田年齢差もあったし、もっとフランクになれればいいなと思って誘ったんだよね。内村を初めて見たのは、 高校生の時で動きが洗練されていてすごくいい子が出てきたなというのが第一印象だった。あれよあれよという間に代表まで上がってきて嬉しかったな。僕らの世代はみんな富田さんの真似を。その日本代表に入って世界一を極められた要因はどこにあるのでしょう。富田僕はビタリー・シェルボ92年バルセロナ五輪で六冠を目標にしていたので。 そこに近づくために自分なりの動きを追い求め続けた結果、日本代表になって4年アテネ五輪で団体優勝できました。でも翌年の世界選手権個人総合で優勝した後、10点満点制から技の難度と完成度を別々に評価する採点方式にガラッと変わった。その際、世界チャンピオンとして自分がどうあるべきかという迷いが生じて少し混乱した。 内村はそういうことなかった内村採点が変わったのは高校3年になる時ですけど当時は富田さんがトップにいて僕らの世代はみんな真似していました。ああやればいいんだって。だから変更で悩んでいたとは思わなかったですね。本当に意外です。僕は技が結構できていたので多分新しいルールがあっていたのかな。 優勝していた頃は、ニートに3点差があったり、ちょっと余裕があったのかなと思います。富田強すぎたんだね。笑い。内村、それは自分では、笑い。ただ、少し物足りなさは感じていました。それに、自分自身に勝たないといけないところが辛かった。毎年毎年、過去の自分を超えないといけない。北京の頃は、まだスペシャリスト志向で、個人総合へのこだわりも、それほどなかったんです、8年に。 富田さんが引退されて自分がやらないといけない立場になっていって、世界選手権で個人総合を3連覇してロンドン五輪を制してから徐々にそういう気持ちが出てきました。富田五輪で優勝してから意識が変わったというのは共通点かも。自分の場合はもっと純粋に自分の体操を突き詰めていけばよかったなという後悔はあるかな。 内村がそれをしっかり自分の中で消化して実行に移して結果を残したことに凄さを感じるところで富田の引退早いなとは思わなかったいなくなったら俺が団体で6種目やらなあかんやんけって笑い内村いやいやそんなことはないっすよ笑い少しずつ富田さんにくっついていきながら意思を受け継いでやっていかないといけないなと感じていました 大器は初めての五輪で金メダルなので少し過酷ですよね。富田さんはトップで居続けるためにどんなことを意識していました富田そういう観点ではあまり考えたことがなかったですね。あくまでも見てくれる人たちを演技で驚かせたい、感動させてみたいとか体操競技をやってみたいと思わせることを考えて取り組んでいましたね。 内村僕の場合、勝ち続けるために必要だったのは、世界一の練習です。そもそも僕は、代表選手は練習しないものだと、勝手に思ってたんですよ。自分もそんなに練習するタイプではなかった。でも、初めての代表合宿で、富田さんが一番練習していて、それも結構失敗しながら、何度もやっているのを目の当たりにしたんです。あの姿勢を学べたことが、後々に繋がった。 練習を突き詰めるようになると、世界選手権や五輪でどの選手を見ても、自分が一番練習していると感じました。ただ、個人総合7連覇がかかった17年の世界選手権は、予選の長馬で左足首を痛めてしまい、途中棄権、五輪で2連覇した後で、モチベーションの維持が難しかったし、当時28歳で年齢への対処の仕方が分かっていなくて、 富田モチベーションはどう維持しようとしていたのチュンダイで指導している橋本大輝は東京五輪の個人総合で金を取っていて今後は同じようなことを経験するだろうから聞いてみたいと思ってた。内村大輝の場合は初めての五輪で金メダルを取ったのでちょっと過酷ですよね。僕も個人総合銀メダルの北京が金だったらロンドンで金は取れていなかったんじゃないかな。 五輪にさえ出られていなかかったかも僕は体操が好きだったし結果以外に目を向けられていたのが良かったのかな大輝もすごく体操が好きで練習量が圧倒的そこに共通点を感じますだから今後は大輝にしかできないことをやってほしいですね僕の成績を意識しちゃうと思うけど気にしてほしくない僕は自分の名前がついた技を作れなかったことを少し後悔してます 結果にこだわりすぎていたのかもしれませんキング内村でも重圧を感じることはあったのか。富田重圧の面はどうだった多くの経験を積むことで演技に生きたこともあると思うし逆に経験があるからこそ重圧がすごくなることもあったと思う。内村どちらもあると思いますがやっぱり経験することで強くなれたと思います。 僕は演技の投資練習をあえて準備運動なしでやったりしていました。あれは自分にプレッシャーをかけるためでした。富田重圧を乗り越えようと、内村はい、人がやらないことを取り入れていました。熱が38度ある時に練習するとか、そんな状況でもミスしないかどうか検証していました。富田それはやりすぎ、笑い。 でも、調子が悪い時でも演技できるかどうか確認するのは大切だよね。いい時はできて当たり前だから。内村の時代、日本は団体総合で勝てそうで、勝てない時期があった。でも、リオではアテネ以来の金メダルが取れた。勝つためには何が必要だった内村洗能です。笑い。とみたいろんな言葉で仕向けるということそれをキャプテンとしてやっていたの。内村はい。 富田さんは口で言うタイプではなかったじゃないですか。だから僕も最初はそれを真似したんですけど、誰もついてこなかった。それで代表の最初の合宿で行きつけの焼肉屋にみんなを連れて行くようになりました。富田さんとは全然違うやり方になりましたけど、笑い。一郎羽生結弦と共通する思考がある。お二人もそうですが、トップアスリートには共通する考え方があると思います。 現役時代他競技の選手から共通点を感じたことはありますか富田体操競技は誰にも邪魔されずに一人で演技をするのでシンプルに考えやすい野球や相撲のように対戦相手がいる場合は別の難しさがあると思いますただ自分を客観的に見るという部分ではイチローさんに共通する思考を感じたことがあります 9年の WBC 決勝の韓国戦で同点の延長10回の後期で打席に入る際重圧をはねのけるために心の中で自分自身の実況をしたと聞きました僕も何かを突き詰めていく中で分からない部分が出た時外から自分を眺めてみることはしていました壁にぶつかったら立ち止まり自分を客観的に見ることが大切なんだろうなと 内村僕は他の採点競技の選手の話を聞くと共通する部分を感じます採点される側ではあるけど結局は自分の演技が一番大事だし練習したことを出し切ることが重要フィギュアスケートの羽生結弦君も同じようなことを言っていてそこは一緒だなと富田羽生結弦選手はシンプルに考えているんだろうな自分がコントロールできることに集中しながら 周りのことも見えているどう見られているのかどう見せていけばいいかまで意識しているように見える内村羽生結弦君のクワッドアクセルを実は繰り返し動画で見ています彼のジャンプは他の選手よりも回転がちょっと速くて着氷する前に一瞬パッと止まるように見える体操選手にしかできない見方かもしれないけどそういう見せ方をしていると思うんですよ 僕も鉄棒の折り技で早く回転を終えて一瞬止まったように見せることにこだわっている富田確かに回転の鋭さにはもちろん目がいくけどジャンプの収め方が人とは違うよねその後にどう滑るかどう見せるかを含めてジャンプしているジャンプの入り方も細部までこだわって演技しているのがわかるしそれがファンの気持ちをわしづかみする演技になるんだろうな。 体操競技を芸術に例えた真意とは、お二人は演技を作品や絵画と言っていましたね。体操競技を芸術に例えた真意を教えてください。と田た一つ一つの技を演じるというよりも、開始から着地まで全ての動きが一つのまとまりとなる表現を追い求めていたので、作品という言葉の表現の方が自分の中でしっくりきていました。だから、得点は一つの評価ではあるんですけど、 綺麗とか重力がないみたいとかいろんな視点からの感想という評価を聞けた時の方が嬉しかったですね。内村僕も一緒ですね。富田さんの演技って苦労人が見ても素人が見ても何か違うなと思えるんですよ。僕もそれを目指していて違いを出すことを意識していました。演技中どの場面を写真に切り取られても絵として成り立っていることが大事だと思います。 と見た感想が聞けて嬉しいな笑いな笑もっともっと僕らと同じような考えで体操競技をやる子が増えてくれたらいいね体操競技は五輪の花形としてい続けないといけないですから内村さんは今年3月に引退されたばかりですが今後はどういうプランを内村具体的に見えていることは正直あまりないんですでも自分には体操しかないので体操なんでもやってもいいかなと イベントで体操を教えてもいいし公園で自分の考え方や体操の魅力を伝えたり試合で解説者を務めることもありだと思っています東京五輪が終わり他のスポーツと同様に体操界もちょっと苦しんでいますが何ができるかを日々考えていますこれからも体操競技は五輪の花形としてい続けないといけないですから 富田体操は試合の見せ方を工夫しないと競技だけでは成り立たなくなってきている内村の引退イベントは新しい試みだったしああいう成功例に続くものをぜひやってもらいたいね体操競技は練習をやめるとすぐにできなくなるから引退した選手がそう簡単には出られない難しさがあるけど内村には体操の価値を高めるため更新のためにできることをしてほしいね 内村もちろんやらないといけないし責任はすごく感じています。でも体操の練習とは違って難しいです。笑い。中途半端に流行りたくないんですよ。もう少し考え続けてそれが見えてきたら一気にやっていきたいと思っています。